今日遅くなりそう？夕飯、ユージの好きなもの作ったよ。悪いけど仕事まだまだかかるわ。さっき食べて寝てていいよ。また？最近忙しそうだね。前はそんなことなかったのに。結婚式とかで休むから今は余裕ないんだよ。わかってくれるよな？もちろん仕事は仕方ないって思ってるけどさ、先週末も実家に帰るとかで家にいなかったよね。結婚式目前なのに全然二人の時間取れてないよね。どうせ結婚したらそんな時間腐るほどあるんだからさ、今から気にする必要なくない？さっきそんな細かいこと気にするタイプだったっけ？細かいことじゃないんだけどな、私にとっては。でもまあいいや、仕事じゃ仕方ないよね。次の週末はさすがに時間あるでしょ？ごめん、週末は実家なんだよ。え？また？そんなに毎週帰って何してるの？母さんが帰ってこいってうるさくてさ、俺が結婚しちゃうのが寂しいんじゃないかな。でも母親の言うことだから聞かないわけにもいかないだろ。それって私も言っちゃダメかな？え？サキが？何しに？なんで？なんでって逆になんでダメなの？私だってお母さんともっと仲良くなりたいし、結婚式の目前なんだから夫婦で帰るのも普通じゃない？いや、夫婦って気早くない？はあ？私たちの結婚式もう来週末なの分かってるよね。結婚式場の最終確認とかにも行けてないし、このままで本当に当日迎えるのかと思うと不安だよ。心配しすぎだろう。大丈夫だよ、なんとかなるって。それにさ、結婚式目前にした息子と母親の時間を花嫁が奪うなんて後から恨まれそうじゃない？そういうものなのかな。わかんないけど、母さんは執念深そうだよ。敵に回さない方がいいと思うけど。まあ確かにそれはそうかもしれないね。わかったよ。じゃあ週末は諦めるけど、さすがに日曜の式場訪問は一緒に来てよ。もう一週間前なんだから。わかったよ、それまでには間に合うように戻るわ。ほんと？久しぶりに一緒に出かけられるからよかった。楽しみにしてるね。これから行くね。週末も大丈夫そうだよ。え？え？何の話？ごめん、送信先間違えた。母さんに送るつもりだったのに。今日も実家なの？仕事って言ってなかった？仕事だよ。でも届けるものあるから行こうと思ってた。これから行くねって送ってなかった？もう送信取り消ししてるみたいだけど。え？そんなこと送ってた？見間違いでしょう。そうかな。じゃ、忙しいからまた後で。できるだけ早く帰るようにするよ。うん。お母さんによろしくね。サキさん、こんばんは。ご無沙汰してます。ご両親はお元気ですか？お母さん、こんばんは。こちらこそお久しぶりです。おかげさまで元気にしてますよ。何かありましたか？結婚式の集合時間のことなんだけどね。やっぱり親の私たちはちょっと早く行った方がいいかしら？ああ、そうですね。写真撮影もあるので、早めの集合時間で伝えてたと思います。ユージさんが詳しい日程表を送ってませんか？送られてきてないわね。恥ずかしい話で申し訳ないわ。最近連絡がなくて困ってたとこなの。え？だからもうサキさんに聞いた方が早いなと思って、こうして連絡をしちゃってるわけよ。迷惑だったかしら、ごめんね。いえ、全然迷惑なんかじゃないですよ。でも、ちょっと聞きたいことがあるんですが。何かしら？私に答えられるようなことなら何でも聞いてね。サキさんとはこれから家族として親しくなりたいから。ありがとうございます。嬉しいです。聞きたいことなんですけど、今日ってユージさんは実家に泊まる予定ですか？え？うちに？何か用でもあるのかしら。何も言ってなかったけど。来ないと思いますよ。ずっと連絡も来てないし。そうなんですね。先週末も来ていませんでしたか？来てないわね。連絡も来てないし。よくわかりました。教えてくれてありがとうございました。今式場着いたわ。式楽しみね。お母さんもう着いたんですか？早いですね。私ももうすぐ着きます。楽しみで待ってられなくて。いつも早く集合しちゃうのよね。
わかります。それじゃ、あと5分後に会いましょう。大変だ。大変ってどうしたの？今どこ？大変なんだよ。それどころじゃないんだ。それどころじゃないって何が？母さんが脳梗塞で倒れて。え？緊急入院したんだ。さっき病院に運ばれた。ちょっと待って。本気で言ってるの？本気だよ。俺だって信じられないけど、事実なんだ。こんなことになるなんて、俺もショックだよ。びっくりした。だよな。俺も衝撃を受けてる。本当に先には申し訳ない。申し訳ないって何が？なんで私に？すまないが、結婚式はキャンセルにしてくれ。ああ、そういうことね。こんなことになるなんて俺も思ってなかった。まさか、な。私も今、まさかって思ってるよ。でもよくわかった。わかってくれるよな。俺がどんな気持ちか。俺だって結婚式あげたかったし、さきと正式に夫婦になりたかった。でもこんな状況じゃ無理。母さんが脳梗塞で倒れて、緊急搬送された。当日にすまん。結婚式は、母さんの意識が戻ってからな。お母さん式場来てるけど。え？憔悴しきった様子で伝えてきてるけどさ、演技力は大げさすぎて0点かな。それって結婚式を中止するための嘘だよね。嘘？何言ってんだよ。結婚式に来てるってどういうことだ？母さんは病院にいるし、そもそも集合時間はまだだろう。お母さんなら式場にもういるんだけど、病院に運ばれたのは誰？その人、あんたのお母さんじゃないと思うよ。誰が運ばれたのか知らないけど、母親と他人の見分けもつかないの？いや、そんなはずはない。逆にそっちが何言ってんだ。母さんは病院だ。あっそ。じゃあお母さんにそう伝えておくね。え？息子さんがあなたが病院に運ばれたから結婚式は中止にしてくれって言ってるって、ちゃんと伝えておいてあげるわね。ちょっと待ってくれ。母さん、本当に式場にいるのか？なんで？これ、何かのドッキリか？俺、はめられたのか？私にお母さんいるって言われて真っ青になってるくせに、まだその設定続けようとしてるの？お母さん今日は元から早めの集合時間だったし、早く集合するタイプの人だからもう来てただけ。でもまだ1時間あるだろ。何言ってるの？親族の写真撮影の時間忘れたの？あ、そういえばそうだった。だから、お母さんが緊急搬送されたなんて、そんな嘘、バレバレなんだよ。お母さん大激怒するだろうね。自分の息子がこんなに何度も自分を出しにして、浮気に走ってたんだからさ。え？何言ってんだ？俺はそんなことしてない。往生際が悪いんだよ。私はもう分かってるんだからね。何度も実家に泊まるって言っておきながら戻ってないし、仕事で残業が多かったわけでもなかったってこと。なんでそんなこと知ってるんだよ。お母さんと連絡を取ってて聞いたのよ。あんたは実家にも帰ってないし連絡もしてないって。それに、あからさまに態度がおかしいし怪しかったから、調べさせてもらいました。調べたって、なんだ、どういうことだよ。ちょっと調べたらすぐ分かったけどね。あんたが仕事で残業してるわけじゃないってのはね。もういいよ。正直に言うわ。やっぱりさっきより元カノが気になるんだよ。元カノとより戻したくなって結婚したくなかったんだ。元カノの方がいいなって思っちゃうことも多くて、何のためにお前といるのか分からなくなった。それならちゃんと話し合えばよかったんじゃない？結婚式当日に親を使って結婚式中止にしようとするなんて、話し合って婚約破棄するより最悪の形になったと思うけど。確かにそうかもしれない。でも俺はまだギリギリまで考えたかったんだよ。サキがそんなに悪いってわけじゃなくて、俺にはもしかしたら元カノの方が合ってるかもっていうところだったからさ。そっか。じゃあ元カノとより戻せばクズ男。え、いいのか？この場で破談にさせてもらいます。婚約はなかったことにしましょう。サキはそれでいいの？俺のことそんなにあっさり切れるのか？切れますよ。もういらないわ、こんなクズ。元カノをまだ引きずってるのにプロポーズしてきたのもドン引きではあるけど、それよりもお母さんが脳梗塞なんて最低な嘘ついて、
そんな人間と結婚したいなんて全くもう思いません。悪かったよ。それは母さんに言わないでくれる？もう言ったわこのクズ。うわ、なんでだよ。余計なこと言わないでくれよ。余計なことって何？ただ事実を伝えただけ。自分のこと利用されてるんだよ。お母さんにも知る権利はあるよね。そうだけど。当然慰謝料も請求するからね。え、慰謝料？家族からも感動されるだろうし、あんたの人生は終わりだね。そんな言い方するだよ。それとあなたの元カノのミカちゃんだけど、別れた後にストーカーで警察に相談してたんじゃなかった？なんでそんなことまで知ってるんだ？それなのにより戻せたなんてすごいね。私には理解できないけど、勝手に幸せになってください。だけど簡単には幸せにさせないよ。まずは慰謝料を払って親に謝罪からだね。怒られるとしても自分でしたことなんだから、しっかり落とし前をつけないとね。わかったよ。まさか全部バレてるなんてな。本当に悪かったよ。反省してるから母さんにはちょっとごまかすの手伝って。はい。さすがにこのままじゃやばいだろ。俺が完全に悪いことになっちゃうし。あんたはもうダメだね。会話にならない。どういうことだ？あんたが完全に悪いんだよ。完全に悪いことになるんじゃなくて、完全に悪いの。それだけをまずは自覚してください。わかった？わかったらさっさとおとなしく結婚式場に来な。あんたの親族はみんな激怒で待ってるから。頼むよサキ。俺たち婚約してた仲じゃん。母さんにフォローしてくれよ。するわけないだろクズ。自分の尻は自分で拭え。二度と連絡してくるな、この嘘つきゴミ男が。結局結婚式場に到着したユージさんはお母さんに説教され、家族や親族みんなに罵られて感動宣言されたのだそうです。ちなみに元カノには速攻で逃げられるどころか、ストーカー被害で被害届を出されることになったようで、慌ててサキさんの元に戻ってこようとしたみたいですが、当然のごとくお断りされたんだそうですよ。ユージさんは完全に全員に拒否されて慰謝料を取られて人生終了、全てを失う結果になってしまったようですけど、自分の行いが招いた結果ですから仕方ないですよね。